はい、えー。本日のおすすめ商品は、これからアウトドアでね、非常に役立つ、殺虫ライト、電撃殺虫器ですね、えー。電気の力で、えー、寄ってきた蚊を電気ショックで殺すといったものです。もちろん UV の誘導灯がついているものです。 えー、6ワットタイプで約9坪30平方メートルに有効です。面積は台所、寝室、飲食店、店舗、オフィスや事務所でも使えますので、まあ、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。まあ、使い方次第ではちょっと無理があるかもしれませんけど、アウトドアのキャンプなんかにでも、まあ、利用できるかなと。1 0 0ト電源が取れればですね。 はい、えー。そういったことで、えー、早速、電撃、えー、殺虫器を見ていきたいと思います。写真に見えてる商品がそうですね。箱はこういった感じで入ってきます。真ん中に UV ライトがついて、えー、その周りにこう線が、えー、張り巡らされて、この中に入った蚊があ、まあ、感電死するといったものです。そこの蓋を開けると、死んだ蚊を捨てることができると。 いまあこれからのシーズンに、えー、役立つ商品ですね。早速、まあ、箱開封です。はい。まあ、こんな感じですね。今横方向に開けました。で、ちょっと下向けますよ。はい。で、えー、袋から出します。はい。こういった商品です。はい。で、底の部分、これが回転して簡単にはい、えー、ここに溜まった顔をね、 えー、捨てることができるといったものです。こういうふうになっております。ファンも何もついてません。ただもうあの電気ショックで、えー、死んだかが下に落ちてくるといった構造のものですね。はい。えー、中を見せしております。まあ単純に、えー、まあシンプル設計ですね。こうやって、えー、あとこれをこうですね。で、まあ上、上部はこれで、えー、引っ掛けると。吊り下げ式ですね。はい。 こんな感じですまた電気をつけるところまでお見せしますので,で内容物は英語の説明書と日本語のコピーの説明書が入っておりますそれと顔を取るための掃除用の刷毛、えー、とあの鎖が入ってますね吊るすための鎖が入っております、えー、中の、ね、説明書ちょっと開いて日本語のやつ見てみましょうかはいはいこういった感じですね はいまあ、フロントがあって、えー、高電圧グリッドがあって、はいえー、パックがあるといった構造の、まあ、単純な構造ですけど、まあ、高電圧部分には触らないようにしてください。そこは注意事項ですね。はい、定格電,電源、AC100V から 127W、50サイクル、60サイクルで使えるといったものです。 まあね、えー、高圧なんで、えー、中は絶対触らないようにしてください。というわけで、改造もダメですよ。といったわけで、ちょっとつけたいと思います。100V 電源なんでね、はいえー、こういった電源プラグ、結構長いですね、1メーター50ぐらいありますね、コードは。はい、で、えー、ちょっと刺してみます。しばらくお待ちください。はい、電源挿しました。 で、電源をオンにします。はい、えー、UV ライトが今点灯しました。全体はちょっとお見せ、えー、するなら、ちょっとカメラ後で引きますけど、こんな感じで UV が、手を見てもらえば、はい、えー、UV 等が照って、えー、中に、えー、電流が流れております。ここに、えー、まあ、寄ってきた、あー、小映や、あ虫、えー、それ蚊とかが、これからのね、シーズンには、蚊が多くなってきますよね。 え、これ玄関先とかに置いとけば最高だと思います。UV 等でね、えー、これ UV に寄ってきて吸引する方も今流行ってますけど、やはりこちらは昔の、ここの、ここに入ってきて、感電する方が、まあ効き目があるということですね。はい。えー、こういった感じで、大型の、はい。えー、これに寄ってきた、貝や、蚊や、は 虫などが死ぬといったものです。清掃はね、詰まったせ時はこう電源コンセントプラグを抜いて、ハケでえ落としてください。そういったものですね。はい、えー。ちょっともうちょっと上げて、上から下までちょっと見せたいと思います。こんな感じですね。はい。えー、今 UV 灯が灯っております。はい。こんな感じではい。なりますね。で、まあ、画面。 まあ、タブレットをお見せしますがこんな感じで、はいえー、大きさはこんな感じですねで左が実物ですはいまあここが280ミリここが140ミリというふうになっておりますこれは刷毛と吊るすための鎖が付属で入っておりますで、えー、虫は受け皿に落ちて簡単に掃除できるとこんな感じで虫は はい、えー。受け皿に押します。はい。操作はもう単純ですね。はい、えー。ここに引っ掛ける。はい。で、こんな感じで。薬剤を使わないんでね。6W の低消費電力でそんなに電気代も食いません。で、音もほとんどないです。全くしません。ただ、こう、あまりね、この UV ライトは見ない方がいいと思います。 はい、えー、光で蚊を引き寄せて、えー、高圧で、えー、金属の網の害虫を殺すと、高圧電流で食、えー、死させるといったものです。はい、えー、こういった感じで蚊が落ちる。まあこれから夏にね、えー、こういうふうに吊り下げて、安全な場所に吊り下げて、えー、使用されるといいですね。はい、熱、えー、くも何もならないんでね、えー、UV ライトに寄ってきた、あ ハエ、えー、その他小さな虫がね、えー、捕獲できて死んでしまうんで、えー、安全で、えー、非常にね置き場もこういう感じで、えー、選びませんので是非、えー、皆さんもこれからの季節蚊が多くなる季節購入してはいかがでしょうかはいそういったわけで本日はこちら UV ライト 電撃、えー、殺虫器のご紹介でした。UV ライトこんな感じで非常についております。電源を落としますね、最後に。はい、こんな感じで虫が寄ってきて、えー、取れるといったこのタブレットに載っている商品のご紹介でした。では、またです。これは夏向けの商品ですね。 はい。ぜひ、よかったら、URL から買いたい方は見てください。お値段は2799円。星4つ反応。はい。まあ、人気商品となっております。そういったわけで、ご視聴ありがとうございました。電撃殺虫機能ご紹介でした。